皆様、元気ですか？歴史能力検定、日本史2級の結果が届いたので、ご報告いたします。合格しました。無事に合格したんで、ほっとしました。なぜかというと、ちょうど自己採点では60点だったので、もしどっかマークミスしていれば、危うい状態だったので、なんとか合格できてよかったです。で、点数もちょうど自己採点通りの60点でした。これで今年の全国通訳案内士試験の、日本歴史は免除できると思います。ほっとしています。それではご視聴ありがとうございました。ここで失礼いたします。